日韓関係の悪化が止まらない韓国の歴代政権も、時に日本叩きを政権維持のテコに使ってきたが、なぜ戦後最悪の事態に陥ったのか。外交ジャーナリストの手島隆一氏と作家の佐藤雄氏の対談をお届けする。本稿は、手島隆一、佐藤雄、日韓激突、トランプドミノが誘発する、世界危機、中高新書ラクレの一部を再編集したものです。2019年11月26日、韓国、釜山で開かれた、ASEAN 特別首脳会議後の合同記者会見で、スピーチをするムンジェイン大統領、佐藤、今の東アジア情勢をここまで混迷させてしまった韓国大統領のムンジェインという人の内在的論理に踏み込んでみましょう。ムンジェインという政治家がかなりの反日的な思想の持ち主であり、韓国の大統領府、青瓦台に入れば機関に様々な軋轢を生まじさせるという懸念は就任前から指摘されてはいました。しかしこれほどの批判への対抗姿勢を露あらわにしてこようとは想定を超えることたいでした。大統領のムンジェインという人は絵に描いたようなポピュリストであり、その政権も天型的なポピュリズム政権であることをまず押さえておくべきです。草の根の大衆が好みそうな政策を掲げて、さらに言えば大衆が喜ぶように迎合してみせる。韓国では戦後長く続いている反日教育の土壌がありますから、人々の反日感情を煽ることは、ポピュリズム政権の常套手段です。しかし、反日感情を煽ることで、経済政策の失敗などへの国民の批判を、かわそうとしているというレベルで捉えていても、ムンジェイン政権が陰気を起こした事態の本質は少しも見えてきません。手島、韓国の歴代政権も時に、日本叩きを、政権維持のテコはしごに使ってきました。韓国の政権が反日ナシオナリズムに傾くのは別に目新しくない。今、戦後最悪と言われる日韓関係が醸成されてしまった背景には、やはり強敵な原因があると見なければなりません。佐藤前著の米中衝突で、手島さんと朝鮮半島を取り巻き苦情勢が激変している様子を詳しく読み解きました。ドナルド・トランプという、これまで政治に無縁だった大統領が誕生し、大胆な米朝接近を演出し、これが日韓関係にも乱気流を巻き起こしたことが大きな背景になっていると思います。手島、日韓の未曾有の対立と予想外の米朝の接近、この二つのファクターがない混ぜとなって、朝鮮半島情勢が新棚相棒を見せ始めているのですね。日本ではあまり語られてこなかった視点ですね。佐藤、トランプといえども、現職のアメリカ大統領ですから、同盟国である日本と韓国の関係悪化など望むはずはありません。彼は自身の信念に従って、自分なら米朝の扉をこじ開けることができると、目の前のボタンを押したのだと思います。ところが、実はそれは、東アジアドミノの牌だった。その牌は次々に倒れていき、まさしく連鎖の果てに、トランプ自身も想定しなかった、国際政局の変動を呼び起こしてしまったのです。考えてみれば、トランプという大統領は、オサムニン以来、中東を、はじめ、様々な地域で行使したドミノ倒しをやっています。大統領選の再選を間近に控えていることもあって、これからも以前にも増して、大胆な行動に打って出る可能性があります。国際政局の地雷、腹になっている手島、まさしくトランプドミノに心せよですね。やっていることの是非、人物の好き嫌いは別にして、トランプという政治家が国際政局に新たな地殻変動を引き起こす近雷腹になっている。これは紛れもない事実です。裏を返せば、今国際社会で起きているような危機は、トランプという政治指導者がどのように関わっているのかを見れば、より精緻に理解することができると思います。佐藤、そう、すべての道はローマにではなくトランプに通ず、なのです。かっこ笑い。手島、我々の前浜で起きている日韓の対立もトランプファクターなしには正確に読み解くことはできないと思います。手島、まず2018年末からの動きを簡単に振り返っておくことにします。18年11月、韓国は、慰安婦問題日韓合意に基づく、慰安婦財団の解散を発表します。12月には、
韓国海軍艦艇による自衛隊機へのレーダー照射という奇妙な事件が起きました。佐藤、韓国軍側の誤射であることは明白ですが、軍がそれを認めようと思っても、国に諮った、ケツか、黙っていろということになってしまった。手島、ただ、この頃は、両国関係が、これほど険悪になるとは、少なくとも、日本側は思っていなかった。やはり、日韓の争いが、先鋭化するきっかけは、何と言っても、元徴用工の訴訟問題です。ことの発端は、18年10月に、日本の最高裁にあたる韓国オポインが、日本企業に対して、元徴用工に賠償を命じる判決を下したことでした。ムンジェイン政権がこの司法判断を支持する姿勢に傾き、これに対抗して、日本政府が批判請求権協定に基づく仲裁委員会の設置を求めました。1965年の日韓基本条約で、過去の賠償問題には決着がついたのですから、当然の要求ですが、韓国側はこれに応じようとしませんでした。佐藤、明らかに無視しましたよね。これで両国の間の軋轢は軍と、こうまりました。艦艇主導のホワイト国除外。手島、そうなのですが、あえて言えば、ここまではまだ、ショートの前手と言っていいと思うのです。日韓が相対する5番に、先に決定的な石を打ったのは、まず日本でした。19年7月初旬、韓国向けの半導体のハイテク素材3品目について、輸出管理を厳格化し、翌8月に入ると通商上の優遇措置の対象国を意味するホワイト国のリストから韓国を外す措置を発動したのです。安倍官邸は徴用工問題に対抗して、韓国に特別な報復に出たわけではない、通常の貿易対象国に戻したに過ぎないと説明しました。しかし、ホワイト国は相手国の手が汚れていない。つまり、テロ支援国家やテロ組織に軍事製品に転用可能なハイテク製品が流れることはないことを意味するものです。ですから、韓国の文在寅政権は自分たちを信用しないのかと怒り、8月22日、日韓の軍事情報、包括保護協定、グソ MIA の破棄通告に踏み切ったと思われます。佐藤、ホワイト国からの除外については、安倍政権は、否定めしていますが、決議済みの元徴用工問題に韓国オポインが、真とな判決を出したことへの明らかな報復だと、私も考えます。ただ、報復を、そうとは言わずに実行する、こうした、フェイントのような手法を、日本の外務官僚は、こうまない。あれは、安倍官邸の主導によるものでしょう。手島、日本外交の内在論理をよくわかっている佐藤さんが、そう言うのですから、本当なのでしょう。だとすれば、日本の共産官僚、そして、経産 OB が、主導して摂った札と言えそうです。これは彼らの得意技だと思います。官邸官僚は、帝国陸軍みたいだ。佐藤、あえて現政権下の外務官僚になり変わってみると、今の官邸官僚は、帝国陸軍のように言えいるのかもしれません。統帥権、すなわち安倍晋三首相との深い関係を盾に、外交に土足で踏み込んでくる。本当は、それを排除して、外務省主導の外交に戻したいのだけれど、戦前の陸軍が軍刀を振り回して、圧力をかけていたのに代わって、今は、内閣人事局が高級官僚の人事権という天下の宝刀を握っているから外務省も手出しがしにくいわけです。手島、戦前だって陸軍への抵抗を試みた外交官はいたのですから官邸にいくら人事権を握られているからといって情けないと思ってしまいます。佐藤、ただし安倍官邸が打った布石は間違ってはいなかったと思います。国際条理では売られた喧嘩は、時に買わなくちゃならない場面もあるわけだから。手島、その点については僕は、佐藤さんと意見が違うのです。毅然と戦うなら、ホワイト国から韓国を外した理由をきちんと示すべきでした。韓国オポインの判決への対応策だと、明言すればいい。もし、日本から輸出された貴重なハイテク製品が、テロ組織などに流れているのが事実なら、当然、優遇送検を認めるわけにはいきません。佐藤、テロ支援国家やテロ組織にハイテク製品が流れていれば、完全にアウトです。手島、ところが、
安全保障上の観点から除外を決めたと曖昧な物言いに終始し、明確なエビデンス、証拠を示そうとしていない。通称上の問題に安全補佐割を絡めれば、機密情報のやり取りに移籍する取り決めである。グソマイヤーに跳ね返ってくることは、容易に予測できたはずです。佐藤、確かにこの問題は、手島さんが指摘するように、貿易のテクニカルな側面より、互いの信頼是非係に関わる問題と見るべきですね。日本のメディアが理解していない、日米間のシステム。手島、さらに議論を深めるために、日本、韓国、米国の安全保障に関する情報公開の仕組みを見ておきましょう。グソマイヤーの問題が起きた後も、日本のメディアが3国の情報交換のシステムをきちんと理解していないのは問題です。2014年に、まずアメリカを介して、日本、米国、韓国の3国で安全保障に関わる機密情報をやり取りする CISA、日米間情報共有に関する取り決めが締結されました。佐藤、アメリカを中核に日本と韓国がそれぞれ同盟関係にあることを前提に、北朝鮮のミサイルなどに関する機密情報を日韓が交換できるようにした仕組みです。ただ、アメリカを介して情報をやり取りするので時間がかかる。要するに、まどろっこしい。なおかつ、そこでは、機密情報のやり取りに関するサードパーティールールが適用されます。いわば情報を送る側の著作権で、例えば韓国が A と B という情報を入手してアメリカに伝える。その際、韓国が日本には A だけ伝えて B は伏せてもらいたいと要請すれば、アメリカはそれに従わなくてはいけないのです。お互いにそうした義務を負う三角関係なんですね。やはり、日韓の間にはワンクッションあるわけです。グソマイヤーとホワイト国の切っても切れない関係。手島、それでは緊急の事態には間に合わせはない。そこで16年に日韓がグソマイヤーを締め消し、両国が直に機密情報を交換できるようになった。北朝鮮が核実験をしたり、核ミサイルを発射したりすれば、ことは寸病を争いますから、これによって状況はぐっと改善されました。佐藤、ただし、そうした機密情報を共有するためには、お互いの信頼関係が揺るぎないものであることが大前提です。示唆は確かにまどろっこしいのだけれど、日米、米韓という強固な同盟関係をベースに構築されています。しかし、グソマイヤーはそうではありません。日韓は同盟関係にはありませんから、機密情報の交換を有効に機能させるには、両国の信頼という担保がやはり不可欠なんですよ。手島、繰り返しますが、グソマイヤーとは、相手を安全補佐割のホワイト国、つまり相手の手が汚れていないという信頼関係を前提に機密をやり取りする仕組みなのです。佐藤、そういうことです。だから、グソマイヤーの破棄というのは、日本はそれに値しない、という韓国の意を思え表示ということになります。手島、ただ、先に石を置いたのは日本なのです。韓国を通称上のホワイト国から除外するという決定こそ、もうお前は信用できないと通告するも、当然の行為です。しかも、安全保障上の理由だと通告したのですから、GS オミヤに跳ね返ってくることは避けられなかった。少なくとも、外交のプロたちには分かっていたはず。ムンジェイン政権による破壊を国際社会に訴えればよかった。佐藤、グソマイヤーを成り立たせている信頼関係は、すでに韓国オーポインの元徴用工訴訟判決を文政権が支持した時点で放れていたと思うのです。あの時点で日本側の不信感は極限に達してしまいました。手島、私は対抗措置を取るべきではないと言っているのでは、ありません。韓国オーポインの判決と文在寅政権の姿勢に異議ありと表明するなら、国際的な媒体に持ち出すなど、他策があり得たはずと指摘しているのです。これまで営々と築き上げてきた日韓の信頼関係が、ムンジェイン政権によって、次々に破壊されている現状を、どうと国際社会に訴えればいい。通称上の技術的な分野で報復に訴えたことは、広く世界の舞台で主張をアピールする力量に欠けている弱点を露呈していると思います。佐藤、しかしながら、実際には、安倍政権は、ホワイト国外資という形で、
日本の意思を示した。さらに、その直後の29年8月15日、日本の植民地支配からの解放を祝う、光復節の演説で、ムン・ジェイン大統領が、日本が対話と協力の道に出れば、喜んで手を取ると、一応歩み寄ったものの、今度は、日本政府が、ガン無視した。手島、事前には、総当たり辛辣な対米批判が、飛び出すのではという観測も流れましたが、文演説のトーンは、意外に、そもそも制されたものでしたね。佐藤、私は、むしろグソマイヤ破棄というカードを一度切れらせるため、日本側が、ガン無視したと、どくんでいるんですよ。日本側が、関係改善のこびかけに応じようとしない以上、文政権は、もはやグッサム IA は亡きが如しと断じて、必ずハステルを通告してくるわ、ずと。ならば、彼らに壊してもらって、その全責任を負わせ、米政権を味方につける。この時、日本側の念頭にあった観客は、ドナルド・トランプたった一人でした。手島、確かに、米国防総省が、文政権が日本と協定の延長をしなかったことに、強い懸念と失望を表明すると述べるなど、トランプ政権の批判の矛先が、韓国に向けられていきました。佐藤、日本政府が韓国をグソマイヤ派、ステルの通告に追い込みんだという見方は、第二次世界大戦開戦前の、ハルノートを想起すれば分かりやすいかもしれません。ハルノートは、1941年11月に、アメリカ国務長官ハルが、日本側に示した、サトシ書きで、そこには、日本軍の中国、仏陵インドシナからの全面撤兵、蒋介石政権以外の政権承諾拒否など、日本側としては、到底受け入れがたい内容が盛り込まれていた。これが事実上の最後通牒となって、日本に開戦を決意させ、1、2月8日の真珠湾攻撃に至ったわけです。手島、真珠湾攻撃だけを見れば、山本56提督の大胆な気重ねは戦死を、画する、誠意竿と言っていいでしょう。しかし、大英前海戦に至る、対極的な情勢判断は、悲劇の幕開けを告げるものとなりました。